いつもありがとうございます。ありがとうございます。ペアリング社長シリーズ、さあ今回はですね、私がですね食べたいなっていうスナック菓子があったので、はい、事前に買ってきました。ここに隠しておきます。いろんなお客さんが来ると思うんです、うん、飲食店さん以外に、ね、食材と合わせたら、うん、分かんないんだけどっていう時に備えて、はい、買ってきました。はい、ではいいですか。どうぞ。じゃん。あ、なんだこれ。なんすかこれ。これはあのワンと、うん、ゲンゴロウです。あー、いわゆる今のあのなんかちょっと流行りの、そうです、虫系の非常にタンパク質の高い。食べたことありますか。いや、どっちもないよね。ないです。まあやっぱりそういうお客さんも来るかもしれないんで。なるほどなるほど。じゃあこれを食べていきます。食べていきます。さあ行くぞ。どっちから行っていきますか。ワームから行きましょうか。ワーム、すごいな。おお。すごいね。おお。え、一緒に入れる？一緒に入れますか？まあどうせ全部出しちゃいますか？え、全部出す？うわあ。うわあ。結構大きいですね。結構大きいな。思ったより大きい。ああ。これ食べれるのこれ？いやまあ食用ですから。いやちょっとここに来てちょっと緊張してきたな。私が食べたいって言ったんですけど。いやじゃあ取っていただいて。どうしようね。いはい。あでも結構軽いですね。軽い軽いね。なんか上がってるって感じ、ね。うん、スナック、あ、うん、上げてる感じだね。いい食べて。じゃあちょっといただいていきます。いただきます。あ、ああ、うんうん。うわあ。うんうんうん。あでもなんかニュルっとするのかなと思う。サクサク上がってるんだよ、ね。エビの尻尾みたいな。ああそうだね。エビの尻尾とか、うん、なんかエビの頭のあの揚げたサクサクな感じ。そうですね。うん。おお。あとなんか鰹節の粉末状みたいなね。ちょっと香ばしい感じしますね。なんかこの間のかっぱえびせんみたいな感じだ。あ、まあ、はい、感じだね、うん、だしみたいな感じのニュアンスだね、うん、大体見えてきました。見えてきました。見えてきました。ちょっとゲンゴロウも、ゲンゴロウで食べ物なの。そもそも恐ろしいな。テカテカしてるからさ、うん、違うね、なんか。うわ、すごいな。行ってみます。あ、カテ。え？お、お。うん。ちょっと燻製っぽい感じだね。あ、そうですね。うん、またやっぱ違いますね。うん。うん。なんだ。なんか、あの、むしりこまえみたいな。うん、ほら、食感。うんうん、昆布っぽいね。ああ確かに、うん、なるほど、うん、じゃあこれに合うお酒社長に探してきてもらおうと思います、はい、じゃあお願いします。はい、うーん、先を急ぎましょう。よいしょ。はい、はい、では社長の準備ができたということで、はい、やっぱりちょっと軽いお出汁系なんで、はい、うんうん、あのちょっと温めてもうまいなっていうちょっとうま口系の日本酒、うん、これをちょっとベーシックに考えてます。両方ともいいですか。はい、じゃあワームの方から。ワームの方から、はい、まず一つ、先日ですね、うん、福岡県の県知事賞を取った福岡県美濃寿特別純米の山田錦、井上忠嗣さんが、どん
ドン。次2本目。4本目、愛媛県鍵屋清涼酒造さんのお酒です。首に藤って書いてストーさんが作ってる、うちのね、まあ、動画でも、ね、はい、出てきたことありますけれども、それのね、あの純米の、まあ、定番酒ですね、うん、まあ、ここの、まあ、ちょっとこっちもう少しあのちょっと酸と旨味があるんで、うん、まあこれいいかな。なるほど、まあ、どうなんですかね、虫に合う日本酒ですって言われて本当に嬉しいですいや、それともこの企画自体も始まらないでしょでもとりあえずじゃあ、はい、飲んでいきます。飲んでいきましょう。もう一回食べるですか、ね、ちょっとね一回食べたとはまだちょっと抵抗ありますよ、ね、抵抗あるね。色味も軽く広めます、うん、はい、うん、これは合うと思いますよ、ちょっと、あ、うん、うん、行ってみましょう、はい、もう2度目だから、そう、もう慣れたもんですね。慣れたもん。ああ、さっきのより強い個体ですね。ちょっと今常温なんで味わいの膨らみというか綺麗先行しちゃうんで、うん、まあ、こっちのワームの方の、ね、味がちょっとパワフルな感じあるので、で、ね、うん、これ温度を上げて、うん、もうちょっとあのふっくらした旨味を引き出した感じで飲むと合うと思いますね。そうですよね、うん、まあ、方向性としては間違ってないんじゃないですかね。まあ井上さんに怒られるかもしれないまあでも結構さっと流してくる、そうだね、流してくれる綺麗な良さもありますんで、うんうん、いいと思います。どうですか、あんまり右の言葉もしかしたらね、社長は結構、うん、あの特別に思ってるというかね、右の言葉さん自体を。そうです、そうです、そうです、うん、でもあんまり動画に、まあ、今まで出てきたことないですね。確かにね、ないですね、うん、今の九州の日本酒の蔵で唯一うちが取引させていただいている、まあ、三井の寿の酒蔵ですけれども、月は僕すごい古くて20年前に酒屋に戻ってきてからもう18年とか感じの月なので、かなり長くで、井上さんが紹介していただいて東洋美人の取引になったりとか、めちゃめちゃの長くお付き合いさせていただいてます。この間も九州行った時には一緒にお食事させていただいたりとか、はい、させていただきました。非常にあの毎年ね、あの鑑評会での金賞受賞率もかなり高くて、ほぼ9割型金賞受賞、連続金賞受賞ですよね。じゃあ、ヨーカギアもね、はい、じゃあ次はゲンゴロウにね、ゲンゴロウ合わせていきます。ゲンゴロウですね、うん、北海道でね、取り扱いの酒屋としてはうちしかないので、はい、あとは祭事でね、1年に1回来るらしいんですけれども、うん、でも結構祭事の時とかもね、もし寄っていただいて、そうです、そうです、うん、みんなで食事できるのがね、すごく嬉しいですね。美味しいですね、あー、これ飲んだ時からちょっと合いそうな雰囲気がバシバシ出てますね。うん、じゃあ行ってみますか。行ってみましょうかっていう。2匹目。おお。飲んだ。倍増するな。え？ドカーンと、ドカーンとくるね。なんかあれですよ、最初なんか噛んでる時は、うん、味がないパリパリしてものを食べてるみたいな感じですけど、うん、なんか流し込むと、そうそうそう、広がってくるというか、お酒で成分がちょっと溶け出して、うん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 、口の中にバーンって広がる時にかなり鼻をつく感じというか、うん、まあ、虫の旨味が広がってくるというか、うん、結構鼻の奥をさ、うん、ちょっとガツンと殴ったようないや、なんていうの、いや、でもこの風味が好きな人いますよ、うん、旨味が強いのが好きな人はね、そうだね、うん、晩酌にはいけんじゃないですか、うん、まだ我々がその食べ慣れてないっていう部分がね、うん、すごく、ね、先入観がかなりありますけど、うん、魚の干物でも結構匂いは
あるからね。まあいう感覚でしょうね、うん、まあでも結構そう、うん、面白いですね。なんかすっきり流すのと、うん、ちょっとうまみを広げるというか、ね、ちょっと、うん、相乗効果な、うん、来すぎかもしれない相乗効果来すぎでなんかあの、うん、マリアージュっていうかもう引き立て合いすぎてるみたいなさ引き立て合いすぎてちょっとなんかね、いやいや鼻の奥にガツンとくるけど、もし松茸を食べて引き出したら、うん、もう半端ないです、噂だと。めちゃくちゃ香りがもうねえ、ふわっと喜び2倍だと思うんですよ。そうちょっと虫の場合は若干悲しみ2倍みたいな感じだけどで、ストーさん怒んないですかね。これわかんない、これわかんない見てくれてるんじゃん。料理の味を引き出す酒ってものですよ、うん、そうです、ね、もういい意味で、うんうん、料理の味を、素材を引き出す素晴らしいお酒であります。素晴らしいお酒です。素晴らしいです。どうですか今回は虫。いやでも初めて食べたけど、うん、なんか、まあ、意外と、まあ、食べれるなっていうか、そう、ね、まあ、意外と美味しいというか、まあ、まだやっぱ、うん、素揚げ状態なんで、うん、半生とかだったらきつかったけど、うん、全然いけますよ、大丈夫です、まあ、本当はね、あの、別のもあったんですよ、うん、なんかタランチュラとか、なんかサソリとかあったんですけど、それがねちょっと売り切れだったんですよね、うん、結構人気なのかもしれないですね、うん、今昆虫食、うん、これから、うん、どんどんね出てくるかもしれないですね。そうですね、昆虫料理、昆虫料理もね出てくると思いますので、うん、いいと思います。今回はじゃあ、はい、ちょっとしたドッキリみたいな、そうですね、シリーズでしたけど、また昆虫に日本酒合わせるっていうね、なかなか日本国で初試みかもしれないですね。じゃあ次回、はい、タランチュラ、タランチュラ嫌だ機会があったら、はい、また昆虫食シリーズやってみようと思います。じゃあこの動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。します。どうですか昆虫食。うん、意外とまあ美味しかったね。意外とまあ